はい、スタジオドッグラン高木です。12月ある日の昼下がりですね、取り留めもなく室内ドッグランでスマホで撮影してみました。どうぞ。スタジオドッグランの室内ドッグランですね。もちろん室内ですのでね、汚れずに元気いっぱいワンコが走って楽しむことができます、ね、もちろん冷暖房もねしっかり効かせておりますがね、同時にねこの時期コロナの時期ですので消毒とかね換気もしっかり行いながら快適な環境でワンコには遊んでいただけるように心がけています。こんな風にね毛の長いワンコもね汚れずに快適に遊んでいただけます。さらにね予約制で貸し切りの室内ドッグランもこことはも別にもう一箇所ありますので、ね、貸し切りで、ね、他のワンコ他の人と交わらずに快適にそして安全に遊んでいただくことができるというねいろんな使い方がしていただけますよ。近所の滝の水公園に行ってみました。公園の、てっぺんですね、通称亀の甲羅からぐるっと360度見渡せますね。丘になってるというね綺麗な公園です。Thank you.
ではでは、ありがとうございました。